びっくりした。いえ、こちらこそごめんなさい。ピアノを弾くのに集中していたものだから。ライブ中はあまりピアノに触れることができなかったから、今のうちにって思って弾いていたの。ピアノの音も好きだし、こうやって鍵盤に触れているとすごく落ち着くのよね。私にとってやっぱりピアノは特別だから。曲を作っている時ももちろん楽しいよ。でも曲を作っている時は落ち着くっていうよりもワクワクしている感じかな。こういろんなメロディーが自然と浮かんできて広がっていくような、そんなイメージなんだけど、今回のサードライブも同じようにワクワクしてばかりなのよね。それはきっとみんなが一緒だからじゃないかなって思ってるんだ。ライブだけじゃなくて、みんなで一緒に埼玉に行ったり大阪に行ったり、本当に楽しい毎日で、これもちかちゃんが私をアクアに誘ってくれたおかげなの。これからもみんなと一緒にいる限りずっとワクワクし続けていられるんじゃないかなって。そうだといいな。ところで私に何か用だったのかな。え、そのストラップ？あ、多分ちかちゃんじゃないかな。お土産屋さんに行った時に買ってたと思うから。ちかちゃんならさっき行動に入っていくのを見かけたよ。